ハレリア、ハレリア、こんばんは。ハレリア、こんばんは。こんばんは。昨日はイースターでしたね。イースターです。イエス様は蘇りました。ヒカルさん、こんばんは。カコイさん、こんばんは。カズキさん、こんばんは。ハレルヤ。ダイさん、こんばんは。ハレルヤ。イエス様よみがえりました。ご飯徳さん、ハレルヤ。イエス様よみがえりました。イエス様よみがえりました。生きておられます。皆さん、イエス様がもしよみがえらなかったらですね、ミラニさん、こんばんは。私たちはイエス様を信じてまた祈ってるわけですね。私たちは死んでる神を信じてるわけじゃないんです。生きている、生きておられる神様、そして働かれる神様を信じているんですよ。もしイエス様がですね、十字架で死んで私たちのために死にました。しかしもし蘇らなかったらですね、今死んでることになります。イエス様が死んでいたら私たちが祈っても聞かれないでしょう。死んでる神様を信じてね、死んでる神様を信じても意味がないとは思いませんか。多くの偶像の神はですね、みんな死んでると思いますね。木でできた神、ね、金属でできた神、偶像の神はみんな死んでいます。聖書にそう書いてありますね。偶像の神に何ができるのか。歩くこともできない、喋ることもできない。偶像の神は死んでいるのです。まさに偶像の神は死んでいるのです。多くの人たちは死んでる神に祈っているんです。死んでる神を信じているのです。偶像には何もできません。偶像には何もできません。しかし私たちが信じている神様は生きておられます。そのことを私たちに表すためにも、イエス様は復活されたのです。イエス様が復活したのは、イエス様は生きてる神様なんだよ。生きてる神様なんだよ。目に見えないけど、目に見えないけど生きてる神様なんだよということを教えるためでもあるんです。その時の弟子たちはですね、もうね、目と目でイエス様とお会いしました。ペテロもヨハネも生き返ったイエス様を見たので、もうこれはですね、信じざるを得ないですね。もう本当に、信じることができました。しかし私たちは見ないで信じているんです、ね。イエス様とお会いしたことはないけれど信じています。そしてイエス様は、見ないで信じるものは幸いだ、見ないで信じるものは幸いだと言われましたから、皆さん喜びましょう。私たちは復活したイエス様を見ていないけど、イエス様が生きておられると信じます。そして私たちは神様の働きを感じるのです。祈りが聞かれる、神様の油注ぎを感じる、平安を感じる、喜びを感じる、癒される、希望が与えられる。このようにですね、目に見えない神様の力を感じるのです。それが油注ぎです。それが油注ぎです。油注ぎというのは神の力を感じることなんです。神の力を感じることなのです。油注ぎがあるということは神がおられるということです。油注ぎを感じるということは、そのイエス様の十字架の力を受けているということなんですね。そういうわけで皆さん、兄弟姉妹はもう毎日のように神様の力を感じているのではないでしょうか。そして私たちはこの世のものを求めているのではない、人間的なものを求めているのではない、肉的なものを求めているのではない、
神様の力、神の愛を求めているのです。全然違うのです。全然違うのです。全然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 人間的なものと神様のものとは全然違うのです。全然違うのですね。皆さん、神を味わったらもう夢中ですよ。神様の素晴らしさを味わったら夢中です。神の愛を感じたらもう夢中です。第3アーメン、かっこいいさん、アーメン。私たちは神様を味わっているのです。神様を味わっているのです。神様を味わっているのですね。皆さん、多くの人はまだ神様を知らないんですよ。神様の素晴らしさを知らない、神の愛を知らないんですね。ですから色褪せてるのです。多くの人はこの世の中の虚しさの中で色褪せているのです。神を知らないということは枯れていることであり、神様を知らないということは死んでいることであり、神様を知らないということは喜びがないのです。しかし皆さんはもうすでに味わっている方がおられます。神様の麗しさ、神様の素晴らしさ、神様の力強さを皆さんはもう味わっているのです。だからこそ、だからこそもっと求めるのです。神の力をもっと求め、神のものをもっと求めるのです。もうね、芸能界であれ、スポーツ界であれ、経済界であれ、この世のものは色褪せているのです。この世のものは色褪せているのです。もうね、昔なものなんです。パウロから言うと塵やくただということですね。もうこの世のものは塵やくた、ミラニさんこんばんは。塵やくたです。皆さん、もうこの世のものは塵やくた。塵やくたってわかる？塵とアクタ、塵やくたね。この世のものが散りあくた。しかし神のものは、わお、素晴らしい。神のものは素晴らしい。神の愛は素晴らしい。神の祝福は素晴らしい。これが本物だ、これが本物だ、これが本物だ、本物だ、ね、この世のものは偽物だ。この世のものは偽物なのです。皆さん、ね、皆さん、本物思考っていう言葉があるけど、本物思考になりましょうね。本物思考、偽物に騙されてはいけませんよ。本物思考に行きましょうね。神のものが本物で、この世のものは偽物だというね、この世のものは影に過ぎない、ね、この世のものは絵に描いた餅だと、この世のものは虚しい、実質がない、実体がないということですね。かこいさん、アメン。例えば、まあ、分かりやすく言うと、例えば肉体の命と永遠の命、ね、どっちが本当の命ですか？神の命、永遠の命が本物ですよね。肉体の命は死んでしまいます、ね、で人間の愛と神の愛、どっちが本物ですか？人間の愛はコロッ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 と変わるね。人間の愛は表現しますね、憎しみに変わりますね。愛してくれてるかなと思ったら急に憎しまれたりとかしてね、裏切られたりとかして、もう人間の愛は本物ではありません。しかし神様の愛は変わらない、変わらない、変わらない、表現しない、いつもいつも裏切っても裏切っても裏切っても愛してくれる。神の愛は大きい、深い、もう本当の愛ね。もう全然どっちが本当の愛ですかね。あと何があるかな、それから人間の喜び、人間の喜びはね、肉的な喜びですね。で神様の喜びは、本当の喜びですね。これも同じです。人間の喜びはすぐにこうつまんなくなる、喜びが消えてしまう、一時的である、刹那的である、
人間の喜びは相対的である。しかし神様の喜びは続きます。絶対的です。変わりません。無条件、まあ無条件っていうかな、無条件の喜び、ね、本当の喜び。多くの人は、この偽物の喜びを求めてますね。クリスチャンは本当の喜びを求めてます。こういうふうにですね、まあ、本物と偽物とがあるんだよということですね。で、今日のタイトルはですね、十字架、まあ、昨日イースターですが、あなたは罵りますか、悔い改めますか。それが十字架を見て人が反応することなのです。イエス様がですね、あ、ちょっとここに十字架ありますね。イエス様が十字架にかかった時に、こう右と左にですね、あの十字架があって、こう3つ十字架があったんですね。でこうイエス様が真ん中で両端に、十字架があって、そこにはまあ何でしょうかね、まあ、犯罪者がいたんですね。犯罪者がいた。で神様はね、なんかすごくこう分かりやすく教えてくれてるんですね。分かりやすく、どういうことかというと、まあこの両方の犯罪人がいます ね、その犯罪人がそのイエス様を見るわけです ね、はい、誰かこうね、イエスという人が十字架にかかってるなと思うわけですね。二人の犯罪人がこのイエス様を見るわけです。その時にね、その二人がですね、まあ、どう反応したかということですね。どう反応したか、ちょっとそこのところ聖書をちょっと読んでみたいと思うんですが、ルカの23の39、ルカの23の39にこういうふうな記事がありますね。十字架にかけられていた主税人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をしなめていった。お前は誰をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしてなかったの。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスに、います。ね、これはですね、もちろん偶然ではないんです。これは偶然ではないんです。神様がですね、人間はどう反応するかということを示しているんです。片方の犯罪人はイエス様を罵ったんです。罵ったんですね、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと罵りましたね。多くの人も十字架のイエス様を見て罵ったんです。あざけったり、罵ったりしたんですね。多くの人は十字架のイエス様を見て罵りました。イエス・キリストを信じない人たちもある意味ではイエス様を罵っていることになるのではないでしょうか。十字架にかかったイエス様を信じないということは結局無視している、ね、あざけている、罵っているということになるのではないでしょうか。十字架は全ての人に対して、ね、罵るのか信じるのか、罵るのか信じるのかというですね、迫っているのではないでしょうか。一人の犯罪人は罵ってしまったんですね。罵ってしまった。そしたらもう一人の犯罪人は何と言ったかというと、彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けてるではないか。ね、同じ刑罰を受けてるわけですよね。
で、同じ刑罰を受けてるのに、刑罰を受けてる人を罵っている。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。ね、罪を犯したんだから、まあ、刑罰を受けるのが当たり前だということです。しかし、この方は悪いことは何も しなかったのだ。アメン!アメン!この人はですね、イエス様が、ね、罪を犯してないのに十字架にかかっているということを知っていたんですね。この人は、まあ、自分は悪いことをしたかもしれないけども信仰があったんですね、信仰がね。そしてイエス様に言ったんです。この虎にかかってるね、十字架にかかってるイエス様にこう言ったんですね。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。ね、この人はイエス様がですね、神の国に行って位につく、御座につくということを知っていたんですね。すごいですね。そしてその時、私を思い出してください。ね、神の国に行って、この御座に座るときに、神の座に座るときに、私を思い出してくださいと言ったんですね。素晴らしいですね。そしたらイエス様は何て言ったかというとですね、誠にあなたに告げます。あなたは今日ってその十字架にかかった日ですよ。今日、私と共にパラダイスにいます。私と共にパラダイスにいます。わお、いいですね。皆さんね。まあ、最初にパラダイスに行った人間がこの人じゃないかなと思うんですが、最初にですね、この、なんて言うんでしょうかね。イエス様を信じたのは弟子たちが先に信じたかもしれませんが、一番最初に救われた人間がこの人じゃないかなと思うんですが、いいですよね。まあ、その、十字架に、犯罪で、十字架にかかったということは、ちょっと良くないことかもしれませんが、でも、イエス様の十字架の隣で十字架にかかるって、これは最高のことじゃないですかね。イエス様の横に十字架にかかってね、まあ、ね、このイエス様の隣に十字架かかる、すごい光栄だと思いませんかね。なんかもしそれができたら光栄ですが、しかしですね、こうイエス様を目の前にしてですね、私のことをね、私のことを思い出してくださいと言ったらね、イエス様が今日あなたは私と共にパラダイスにいますね。いいですね、皆さんね。ですから皆さんね、こう要するにこう十字架のイエス様を見たときに2つのパターンがあるんです。罵るか、ね、悔い改めて、ね、イエス様、ね、あの思い出してください、憐れんでください、救ってください。神様はですね、ものすごく信仰を分かりやすく教えてくれてるんですね。この十字架のイエス様をこう真ん中にしてですね、どっちなんですか、あなたはどっちなんですか、あなたは罵る方ですか、悔い改めて信じる方ですか、ね、もう神を冒涜する方なんですか、それとも神を敬うのですか、どっちなんですかと、神様はすごく分かりやすい絵でですね、すべての人間にイエス・キリストを信じるように進めているんではないでしょうか。本当にこの素晴らしい、分かりやすい、とても分かりやすい構図ではないでしょうか。もう一つですね、分かりやすい構図が一個あります。それは弟子ですね。十二弟子がいたんですが、その中で、ペテロは第一弟子なんですが、そのペテロはですね、イエス様が逮捕された時に、イエス様を3回否定してしまうんですね。それはイエス様がもう予言していたんです。あなたはね、鶏が鳴く時に私がもう3回否定するだろうと予言してました。そしてその通りになっちゃうんですね。イエス様が逮捕されて、ペトロがですね、動揺してですね、
いろんな人にあなたはあの方の弟子じゃなかったかな、弟子じゃないですかって言われた時に、いや私は知らない、私はそんなもんではない、ね、私は弟子ではない、3回否定しちゃったんですね。その時に鶏が鳴きます、コケコッコーと鳴いてですね、そしてイエス、あのペテロはその時にああね、もう死んでもついてきますと言ったにもかかわらず3回イエス様を裏切ってしまったんですが、その時にイエス様の目がちょっと見えたんですね。イエス様がペテロの方にちょっとこう見てるんですね。その時にペテロはああつってこう、ああ先生を裏切ってしまった、先生を裏切ってしまったって言ってですね、悔い改めるわけですね。悔い改めます。でそのペテロと対比するのがイスカリオートのユダですね。イスカリオートのユダもイエス様をですね、銀貨30枚で売ってしまった、銀貨30枚で売ってしまった。そしてイスカリオートのユダもですね、ああその正しい方をね、売ってしまった、正しい方を売ってしまったというところまでは分かったんですが、ただペテロと違うのは悔い改めなかったんですね。悔い改めないで首をつって死んでしまった、ね、つまり、さっきの、まあ、犯罪者のこのパターンがありましたけど、今度はペテロとユダのパターンですね。ペテロとユダ、つまり、ペテロもユダも罪を犯したんですね。ペテロもユダもイエス様を裏切りました。ペテロもユダもイエス様の弟子であるのに罪を犯しました。二人とも罪を犯した。だけど大事なのはペテロは悔い改めた、ユダは首を吊ってしまった、ね、ユダは首を吊ったけどペテロは悔い改めた。これもですね、対比になるパターンではないでしょうか。私たちは悔い改める方でしょうか、ね、悔い改める方でしょうか、それとも悔い改めないでね、ユダのようになってしまうものでしょうか。そういうパターンを見られますね。皆さん、この十字架というのは全ての人の前にこの、あなたはどっちなんですか、あなたはどっちなんですか、あなたはどっちなんですかということですね、問いかけるものなんですね。問いかけるものなんです。イエス・キリストを信じるか信じないか、信じるか信じないか、信じるか信じないか、ね、それが全ての人間の人生の分岐点ですね。人生の分岐点、天国に行くか地獄に行くか、天国に行くか地獄に行くか、天国に行くか地獄に行くか、全ての人の分岐点、それは十字架のイエス様を見てどうするかということですね。十字架のイエス様を見てどうするのか、信じるんですか信じないんですか、悔い改めるんですか罵るんですかね、これが十字架なんですね。これが十字架なんです。そういうわけで、まあ伝道というのは、そういうことでイエス様を述べ伝え、十字架を述べ伝えて、そこで、ね、イエス様を信じるか信じないかの、あれですね、まあある意味ではですね、踏み絵っていうのはですね、踏み絵っていうのは、まあ、信じるか信じないかということをチェックするためのものですね。で踏み絵の場合は踏まないものを殺して、ね、踏まないものをクリスチャンだということで殺して、踏み絵というのでクリスチャンかどうかということを、まあ、チェックするものですが、十字架もある意味では逆の意味で踏み絵ですね。逆の意味で踏み絵、つまりイエス様を信じるか信じないかということをチェックするもの、イエスキリストを信じるか信じないか、神様を信じるか信じないかということをチェックする逆踏み絵と言ってもいいかもしれませんね。まあ、踏み絵はもちろん良くないことですよ、ね、信じてる人を殺すということですからね。十字架は、信じるか信じないかという逆踏み絵の感じですね。そういう感じがします。はい、そうですね、
ですから皆さんにその十字架の意味を知ってほしいのですね。十字架の意味を知ってほしい。十字架には本当に深い深い意味があるんだよということですね。教会の屋根に十字架があるのは世の中に十字架をこう提示している、あなたは、罵るのか悔い改めるのか、罵るのか悔い改めるのかということを提示するために教会の屋根に十字架があるのです。教会の屋根の上に十字架があるのはこの世に対して、ね、あなた方は罵るのか信じるのか悔い改めるのかということですね。提示しているということでしょう。伝道もそうです。私毎晩ここで伝道しておりますが、私がここで伝道しているということも、ね、皆さんイエス様を信じましょう。十字架をこうね、十字架を提示して信じましょうと、そのように、十字架によって、その二つに分けている。十字架によって二つのね、二つの選択に分けているというのが伝道と言ってもいいかもしれませんね。はい。そういうわけで私もこれからもますます伝道したいと思います。そしてイエス様を信じる兄弟姉妹の皆さんも、自分の十字架を背負って自分の十字架を背負ってイエス様について行って福音を述べ伝えましょう。福音を述べ伝えるのです。神様が、あなた方の罪を許しますよ。神様が和解を提示してますよ。神様が皆さんを祝福したいと願っておられますよ。そのようにですね、神様のメッセンジャーとして私たちは使わされているのです。使わされているのですね。ネットにはヤフーメッセンジャーとか MSN メッセンジャーとかありますけど、私たちはジーザスメッセンジャーなんですね。ジーザスメッセンジャー、兄弟姉妹の方々、皆さんはジーザスメッセンジャーなのです。ジーザスメッセンジャーなのですね。福音を述べ伝えましょう。福音を述べ伝えましょう。アメン。そしてですね、ここはニコニコ生放送なんですが、ニコニコ生放送なんですが、イエス・キリストを信じるときにニコニコできます、ね、救われるとニコニコできるのです。イエス・キリストを信じて救われたらニコニコできるのです。それがニコニコ生放送ですね。それがニコニコ生放送。ニコニコ生放送というのはイエス・キリストを信じてニコニコすることです、ね。イエス様を信じなかったらニコニコできません、ね。イエス様を信じなかったらニコニコしないで、ね、ニコニコできないんです。ニコニコできません。イエス・キリストを信じて初めてニコニコできるんです、ね。ぜひ皆さんイエス様を信じてニコニコしましょう。ニコニコしましょう。スマイルですね。皆さん、スマイルがない世界とスマイルがある世界とどっちがいいですか？もちろんスマイルがある世界がいいですよね。私たちの周りの人がみんなニコニコしてる、楽しいですよね。みんなニコニコしてる。神の国というのは、ニコニコだらけなんですね。神の国はニコニコだらけ。しかしこの世は苦々だらけですね。苦々だらけ、苦い顔ばっかりね。この世は苦々だらけですが、皆さん神の国はニコニコだらけですね。皆さんニコニコしましょう。神の愛でニコニコしましょう。アメン、アメン。それでは、今日のですね、証し、何証しがいいでしょうかね。何証し、十字架証しにしましょうね。十字架証し、十字架を見てどう思ったかという十字架証し。
はい、皆さんは十字架を見てどう反応したんですか？十字架証しスタート。十字架証しスタート。十字架って素晴らしい。漢字の十に思った。罪を悔い改め消さない、十字架を見て心が熱くなりました。腰痛が治りました。十字架を見るといつも涙が出ます。十字架を握りしめたら体が熱くなった。腰痛が治りました。アメン。十字架は素晴らしい。イエス様の愛の深さを知った。占い師の洗脳から解けました。アメン。十字架こそ唯一崇拝しても良い象徴だと思いました。十字架を持つようになりました。ゲイが治った。信仰の目が復活しました。感動できた自分に驚いた。イエス様の十字架による救いに感謝します。十字架を見ると心が洗われます。十字架は何でもプラスにしてくれると思いました。プラスの字ですよね。マイナスじゃなくてプラス。イエス様と一緒にいる気がします。癒される。仏壇を捨てたくなった。愛と十字架だけが友達だ。リバイバルを心待ちにしています。十字架を見て自分の罪を深く悔い改めます。親に虐待されなくなりました。占いを悔い改めました。十字架は最強です。イエス様感謝します。エルテル教会に行きたくなりました。人間は本当にイエス様にひどいことをしたと思った。イエス様だけが僕たちの救い主です。胸が熱くなります。十字架を見たら日本がもっと謝罪すべきだと思った。日本がイエス様の愛で満たされますように。毎朝手で十字架を組みます。今日もお祈りに来ました。万引きをやめられました。日本の罪を消すことができるものだと思った。本当にキリスト教に出会えてよかった。ニコ生を見なくなった。十字架を見てニコニコしたいです。十字架で震災復興できました。日本国民全員が見て悔い改めるべきだと思った。最近はキューちゃんの放送が楽しみです。十字架を見ると自分の罪がどんなにひどいものかと思います。日本の歴史の汚点はキリシタン迫害です。素晴らしいところですか？難しいな。タトゥーは入れないでください。十字架を持っていたらニートでも救われました。今日から頑張ろうと思いました。悪霊大国日本も頑張りたいと思います。十字架にはロマンがありますね。十字架を部屋に飾ろうと思いました。日本の素晴らしいところはリバイバルが起こってから出てくると思いました。アメン。町会議に行きたくなりました。
どんな綺麗な言葉より行動が勝る場合があります。十字架はイエス様の行動ですね。十字架はイエス様の行動です。十字架、維新の会を作ろうと思いました。家の家紋が十字架でした。わあ、家の家紋が十字架。十字架をおでこに貼り付けようと思いました。クルズさん、こんばんは。天国へイエス様と交信したいです。十字架を見て日本人は反省すべきです。サスバのマークも十字架をモチーフにしていると思いました。ああ、サスバのマーク。アンテナをつけるとき十字架もつけます。イエス様のことをググったら衝撃を受けました。クルーズさん、こんばんは。町会議で生アーメンを楽しみにしています。世界中の人が十字架を身につけますよ。息子を宣教師にさせようと思います。いいですね。十字架を持って雨乞いしていいですか。祈っていいですよ。南京大虐殺はもちろんありました。南京大虐殺はもちろんありましたよ。悔い改めなきゃいけません。悔い改めなきゃね。本当にたくさんの人を殺してしまいました。たくさんの人を殺しました。キューちゃん、異端なんですか。あの、カリスマ派です。カリスマ派。なぜ教会一つになれないんですか。まだ教会が未熟なんですね。教会が未熟なのでバラバラなんですね。もうちょっとあの成長して一致すればいいと思いますけど、今教会は未熟なんですね。カリスマ派っていうのは誰かがカリスマっていう意味ではないんですね。そもそもカリスマっていう言葉がカリスマ派から出たんですね。神の恵みという意味ですね。カリスマというのは神の恵みという意味です。十字架は神の恵みです。十字架は神の恵みです。十字架は神の恵みです。十字架を見ていたら涙が出てきました。私もですね、あの、寝てる時十字架のことを考えて涙が出たことありますね。私のために死んでくださったということを考えると涙が出てきます。あの、パッションという映画を4回見ましたけど、涙が出ましたね。涙。十字架を見て黒人差別をやめようと思いました。アメン。十字架はイエス様の真の愛です。神のパワーを感じます。悪コメはなぜこの世から消えないの。悪魔が迫害してるからです。悪魔が未信者を通して迫害してるからです。十字架は心を癒してくださいました。十字架は心を癒してくださいました。人間の現在が理解できました。パッションは子供見ない方がいいと思う。ちょっとこう、あの、激しいので、パッションは子供見ない方がいいんじゃないかな。イエス様のおかげで在日差別を悔い改めました。十字架で切なさが心強さに変わりました。
十字架を部屋に設置すると空気がきれいになるのはなぜですか。油注ぎでしょうか。早朝礼拝は毎日眠いです。放送外で相談乗ってくれますか。はい、いいですよ。イエス様を愛せるようになりました。十字架を見たら体が燃えそうになりました。キューチャーの放送は本当に癒されます。神の教えの素晴らしさを実感しました。どうすれば神を信じられますか。信じたいですので、信じれるようにしてくださいと祈ってみてください。信じたいので、信仰くださいと祈れば信じられます。この放送に加えてニートでも前向きに生きていきます。生きています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。キリスト教学の単位が取れました。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージですね、ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージいきます。今日はですね、十字架のこのイエス様の十字架の両端に、罪人が十字架にかかって、片方は罵ったイエス様を罵ったけども、片方はイエス様を信じたという、そういう、十字架の意味はどっちかなんだよということですね。十字架というのはイエス様を信じて、パラダイスに一緒に行くのか、イエス様を罵って地獄に行くのか、どっちなんだい、どっちかなんだよということですね。十字架っていうのはある意味で試金石みたいなもんですね。試金石ね、どっちかどっちかね、イエス様は試金石です。しかし、大事なことは誰でも悔い改めるなら救われるんだよということですね。この罪人のように、罪人であったとしても、この十字架にかかってた人は本当に罪を犯して罪人だったわけですね。そこはすごく分かりやすいです。私たち全ての人間罪人ですね。だからある意味で私たちもその十字架にかかってる罪人みたいなものです。ですから十字架にかかってるということは死んでいくということですね。十字架にかかってるということは、まあ、いずれ死ぬということです。だけどいずれ死んでいく、ね、こう、罰せられている罪人であったとしても、罪人であったとしても、イエス様を信じれば、パラダイスに行けるという、まさにですね、その、パラダイスに行った罪人がですね、まさに私たちなんだよということです。私たちも、ある意味では、ね、罰を受けて、死んでいく罪人である。罪人というのは罪人ですよね。全ての人間は罪人だ。
すべての人間は罪人だというのが聖書の主張です。罪のない方はたった一人イエス様しかいない。私たちもある意味ではイエス様のそばに十字架につけられているものだったというふうに考えたら分かりやすいんじゃないでしょうか。クリスチャンの方々は、その、十字架につけられてイエス様にね、思い出してください。あなたが御国の位にお付きになるときに私を思い出してくださいと言った罪人になったということですね。まさに罪人でも救われるんだ、罪人でも救われるんだ、これがですね、この今日の、とてもよくわかる、これは実際にあった話ですよ。実際にあった話なんですけど、私たちも、そういう立場だったんだよということですね。皆さん、世の中には救われる人がたくさんいるんです。イエスも言われました。収穫がまだ先、3ヶ月先だと言ってはいけないとイエス様もおっしゃいましたね。今、もう収穫の時なんだ、今もう色づいているとイエス様もおっしゃいました。ですから私たちはね、今その福音を述べ伝えて、今福音を述べ伝えて刈り取りをするべきじゃないでしょうか。この伝道部屋はある意味で刈り取り伝道部屋ですね。刈り取り、刈り取るというのは、あの伝道部屋の最後に招きをしますよね。信じる人はアメンと言ってくださいというふうに、あの招きをします。まあ、あの招きがですね、まあ、刈り取り、刈り取りって言いましょうか。要するにこう収穫の実を刈り取るということで、イエスキリストを信じますと言った人は、収穫されるんだよ。神の国に収穫される、神の国に入れられるということで収穫なんだ。人が救われるというのは、人が救われるというのは収穫なんだよということですね。この終わりの時代に大収穫があると言われています。この終わりの時代、終わりの時代というのはもう実がなって、秋になって収穫の時代。皆さん、今は収穫の時代です。ハーベストタイム、英語でハーベストタイムって言うんですね。ハーベストタイムです。ハーベストタイムです。ハーベストタイム、皆さん、これから皆さん収穫の、刈り取りの働き手になりませんか。収穫の刈り手の働き手になりませんか。これから収穫の時です。収穫の時です。ハーベストタイムです。ハーベストタイムです。あのハーベストタイムっていう、あのキリスト教の放送があったんですね。今なくなっちゃったんですけれども、ハーベストタイムっていう放送ありましたね。皆さん、収穫しましょう、収穫しましょう。イエス様はペトロに言いました。あなたを人を取る漁師にしてあげよう、人を取る漁師にしてあげようと言いましたね。とても面白いところがありましてね、ちょっと皆さんにちょっと話をしておきたいんですが、私はネットで伝道してるじゃないですか。そしてですね、イエス様が復活した時にね、ペテロにこう言ったんですよ。どこだったかな、ここですね。このペテロ21に、こう言ったんですね。ちょっと今度読みましょう。ヨハネ21の2節からいきましょうか。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい
魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロが主である、と聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。これはですね、イエス様が船の右側に網を下ろしなさいと言ったんですね。そしたらたくさん魚が取れたという話なんですが、私もですね、この船の右側がニコ生なんですね。船の右側ニコ生ですね。で、網ですから、網っていうのはネットじゃないですかね。ですからこの電動放送は、ニコ生というところに、網を下ろしたということになりますね。皆さん、船の右側に網を下ろしました。船の右側に網を下ろしてね、魚をたくさん取る、魚をたくさん取るというね、大量になるのですね。まさに、ネットですね。ネットで魚を取るということ、これが電動放送です。そう、釣られてる釣られております。網で釣られておりますね。でも皆さん、食べるために釣ってるのではありませんね。天国に招待するために、釣っているのです。天国に招待するために釣ってるので、焼き魚で食べるためではありませんので安心してください。はい。そういうわけで、今終わりの時代ね、インターネットの時代です。インターネットで、伝道することは、御心ではないでしょうか。ネット伝道をしております。ネット伝道をしております。皆さんもですね、ネット人間じゃないですか。皆さんも、兄弟姉妹はネットで伝道しましょうね。ネットで伝道しましょう。アメン。アメン。そういうわけで、これから、ますます、そういうネットでの働きが拡大していくのではないかなと、そのように感じます。そうですね。桜がね、咲いてるので、去年も花見配信したので、明日あたりしたいなと思ってますが、ちょっと約束できませんが、明日の午後、もし天気が良くて、花がちゃんと咲いてたら、花見配信したいなと考えておりますが、まだちょっと天気とかいろいろ状況があるので、できるかどうかわかりません。はい。それでは、招きしましょう。ね。招きをします。今日は、罵りますか、悔い改めますかと、十字架を見て、二人の罪人が片方は罵って片方は悔い改めました。悔い改めた人はイエス様とパラダイスに行ける、イエス様とパラダイスに行けるということですが、皆さんの中でまだイエス様を信じてない方、この、信じた罪人のようにパラダイスに行きたい方、悔い改めてパラダイスに行きたい方、アメンと打ってください。アメンと言ってください。アメンと言ってパラダイスに行きましょう。アメンと、十字架を見てアメンと言ってパラダイスに行きましょう。アメン。和樹さん、ヒカルさん、メラニーさん、ダイさん、カコイさん、アメン。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 素晴らしい。アメン。たくさんの方がアメンと言ってます。たくさんの方が悔い改めてます。ジュタさん、たくさんの方がパラダイスに行こうとしています。ワントクさん、たくさんの人が、たくさんの人がイエス様を受け入れています。アメン。アメン。アメン。ハレルヤ、素晴らしい。アメン。アメン。素晴らしいです。アメン。アメン。素晴らしい。ね。もう本当に大収穫です。大収穫です。
網を毎晩下ろしています。網を毎晩下ろしています。大収穫です。大収穫です。アメン。アメン。アメン。はい、それではですね、お祈りしましょう。お祈りしましょう。ね。悔い改めた人は、天国に行きたいと思ってください。天国に行きたい。天のお父様、私たちは救われていない罪の奴隷で悪魔に、虐待されているような人生、ボロボロな人生でしたけども、イエス様に出会い、また十字架を知って受け入れました。悔い改めました。どうぞ救ってください。どうぞ憐れんでください。どうぞイエス様、哀れな私たちを救ってください。罪の虜から解放してください。悪魔から救ってください。悪魔から救ってください。裁きから救ってください。呪いから救ってください。憐れんでください。イエス様、今アーメンと言った方々が救われますように、救われますように、救われますように、イエス様によって救われますように、そして新しい人生が始まりますように、祝福される人生になりますように、イエス様どうぞ助けてください。彼らを助けてください。また病気を癒してください。また問題を解決してください。呪いを打ち砕いてください。苦しみを取ってください。苦しみを取ってください。彼らに喜びと平安がありますように。喜びと平安がありますように。イエス様、感謝します。そして本当に日本はまだまだクリスチャンの少ない、国ですが、この国を憐れんでください。あなたはこの国を愛しておられます。この国は、大きな大きな罪を犯してきた国ですけど、その国を十字架の上に許してください。十字架の上に日本の罪を許し、日本人の罪を許し、日本人に救いをもたらしてください。イエス様、お願いします。日本のたくさんの罪を許してください。不信仰や偶像崇拝や、アジアの人たちを殺してしまったというとんでもない罪、隠れキリシタンたちを迫害し殺したというとんでもない罪を、どうぞイエス様許してください。許してください。日本に、日本が救われ、あなたの祝福が必要な国です。あなたの祝福が必要な国です。どうぞイエス様憐れんでください。日本を救ってください。信じます。信じます。日本が救われると信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、信じましょう。日本が救われると信じましょう。そして、根気よく祈り、根気よく伝道し、希望を持って歩みましょう。皆さん、イエス様が共にいます。イエス様が共にいます。皆さんはイエス様の祝福を感じていらっしゃると思います。油注ぎがあると思います。油注ぎがあるならば、神様の栄光が表されます。神様の奇跡が現れます。癒しが起きます。私たちクリスチャンの日々は、油注ぎを受けているクリスチャンの日々は、超自然的なことでいっぱいになります。神様の不思議と印が現れます。皆さん、忍耐強く歩みましょう。忍耐強く歩みましょう。神様が皆さんと共におられるのです。神様が働いておられるのです。神の力で奇跡が起きるのです。神の力で癒しが起きるのです。皆さんは愛されているのです。神様に愛され、神様に、その祝福されているのです。喜んでください。喜んでください。喜んでください。また明日お会いしましょう。明日お会いしましょう。おやすみなさい。シャローン、シャローン、
シャローム、アメン、アメン、シャローム、アメン、アメン。